桂川優斗プロと長谷川重俊のマッチプレー。フロントナインは長谷川重俊のワンアップで、これからバックナインに入ります。10番ホールは405ヤードのパー4です。ちょっと右に押し出しました。そして桂川プロのティーショットです。これもちょっと右気味ですね。私は175ヤード6番アイアン、この斜面から打っています。そして桂川プロも斜面からセカンドショットですね。私のサードショット44ヤードをサンドウェッジで打ちます。おっと、ちょっと枝に当たりましたね。そしてこれが私のパーパットです。どうでしょうか。結構距離残ってましたけども、残念ながらパーならずボギーですね。そして桂川プロのパーパット、これが決まりました。これでオールスクエアとなりました。11番ホールは403ヤードのパー4です。私は3ウッドで打ってます。そして桂川プロのティーショットです。私のセカンドショットは124ヤード9番アイアンで軽く打っています。そして私のバーディーパットですね。結構長い距離を残してますけども、ちょっと大きい。そして桂川プロのバーディーパットです。どうでしょうか。あー、ショートですね。いいラインでしたけどね。そして私のパーパットです。入りました。11番を終えてタイですね。12番ホールは419ヤードのパー4。私も桂川プロもドライバーでティーショットしています。桂川プロのセカンドショットです。そして私のセカンドショット102ヤードギャップウェッジで打っています。結構ドライバー飛びましたね。さあ、私のバーディーパットです。下りの非常に難しいライン。ライン合わず、残念ながらバーディーはなりませんでした。そして桂川プロはこのバーディーパットを決めました。これで桂川プロのワンアップですね。12番を終えて桂川プロワンアップです。13番ホールパー3、桂川プロのティーショットです。私は197ヤードを4番アイアンで打ちます。おっと、ちょっとこれは引っ掛けて池でした。そしてこれを決めに行きますけども、決まらずボギーです。桂川プロはバーディーパットですね。どうでしょうか。決まらずともパーで、これで桂川プロの2アップですね。ここまで長谷川重俊検討してたんですけども、ちょっとこれはしんどいか。14番ホール552ヤードのパー5、桂川プロのティーショットです。そして私もドライバーでティーショットですね。桂川プロのセカンドショット、3ウッドで、グリーンを狙います。そして私も3ウッドでグリーンを狙いました。私はナイスオンですね。桂川プロは大きく右に外して、ここからサードショットですね、ふわっと上げてくると思います。結構難しいラインですけども、かなり上げてピンの右から、おーっと転がってきました。ナイスアプローチですね。そして私のイーグルパットです。これを決めないと厳しい。どうでしょうか。
惜しいですね、あと一歩届かず、しかしナイスバーディーです。そして桂川プロのバーディーパットです。結構難しいラインですけども、どうでしょうか。さすがですね、決めてきました。このホールはバーディーバーディーで桂川プロ2アップですね。15番は374ヤードのパー4ですね。私のスイングをスローでも見てみましょう。そして桂川プロはこれはハイブリッドで打っていますね。桂川プロのスローも見てみましょうか。私のセカンドショット140ヤード9番アイアンで打っています。ナイスショットですね。このようにベタピンです。そして桂川プロのセカンドショット、いいよね。あ、ちょっと低いね。ショットですね。さあ桂川プロのバーディーパット、これを入れないと私はもうバーディー確定なので、おっと入りました。なんとここはバーディーで、バーディーバーディーで引き分けということになりました。桂川プロナイスバーディーですね。私も桂川プロも2連続バーディーで変わらず桂川プロの2アップですね。16番209ヤードのパー3ですね。桂川プロのティーショット、そして次は私のティーショット、210ヤード4番アイアンで打っています。あれちょっと薄い、残念ながらグリーンには乗らず、私のセカンドショットアプローチですね。高い球で止めようと思ってますが、どうでしょうか。ナイスですね。うまく寄りました。さあ桂川プロのバーディーパットです。結構このラインも難しいんですよね。おっと大きくオーバーしました。私のパーパットなんとか決めたい。入りました。さあそして桂川プロのパーパットどうでしょうか。残念ながら外して、これで桂川プロのワンアップとなりました。17番ホールは486ヤードのパー5です。私も桂川プロもドライバーで打っています。ここまで私のワンダウン、桂川プロのワンアップですが、桂川プロのセカンドショットです。ちょっと木が邪魔で、スローを狙えなかったですね。そして私のセカンドショット、なんとか2オンしたい。ナイスショットですね。乗りましたかどうかというところですね。桂川プロのサードショット、これはバンカーからナイスショットですね。さあそして私のイーグルパット、なんとか入れてイーグルに持ち込みたい。どうでしょうか。おっとショートです。ですがバーディーパットで、桂川プロのバーディーパットを待ちます。おっと桂川プロは外しました。これで2人はオールスクエアイーブンに持ち込みました。いい勝負になってきました。そして最終ホール18番429ヤードのパー4、オールスクエアで迎えた18番、2人ともドライバーです。セカンドは2人ともナイスショット、ナイスオンで、これが私のバーディーパットです。なんとかこれを沈めたい。桂川プロは私より近いですからね。残念ながらバーディーならず。そして桂川プロのバーディーパット、これを入れますと桂川プロの勝ちですね。ここまでオールスクエア長谷川茂俊検討しましたけども、さあ桂川プロどうでしょうか。
バーディーパットです。惜しい。おっと、そして大きくオーバーしました。さあこれで桂川プロパーパット、これを入れますと引き分け、そしてこれを外しますと長谷川の勝ちとなりますが、どうでしょうか。おっと、外しました。これで長谷川茂俊の勝ちとなりました。前半はね、ちょっと桂川プロも US オープンの後で疲れが見えてたんですけども、後半は2人とも調子が上がってきてバーディー合戦となりました。しかし、最後まで桂川プロはちょっとこのミッションビューホのグリーンに、合わせることができず、長谷川茂俊の勝ちとなりました。またいつか、勝負したいですね。桂川プロ PGA ツアー頑張ってください。ミッションビエホカントリークラブから、桂川優斗プロ対長谷川茂俊のマッチプレーをお送りしました。ありがとうございました。